残念ながら負けてしまった愛さん。小さな目と子供っぽい顔をメイクだけで見事に変身させていました私より道具を持っているしんあいさん気合が違いますキーワードは「デカ目」「目が小さいなら大きく描いてしまえ」という素晴らしい発想。 遠目から見ると自然で全然わからない目指すは元の目の大きさから1.5倍これは大きい描いたアイラインに沿ってつけまつげをつけていますね長めのつけまにさらにプラス二段盛りででかめとバランスをとっているんですね もう元の目の形が全くわからない素晴らしい変身日本のビジュアル系バンドが好きな彼女らしいメイクテクニックでしたさらなる詳細は番組サイトであなたも綺麗になれるわよ